野津人に流れた補給物資1の分隊がもう取り終わり、そっちに向かいます。ブルーです。補給物資受領完了、そちらに向かいます。了解、お願いします。集落建物群まで取り付き可能ですが、行ってしまってよろしいですか？そうだ、許可する。あと先ほどスティンガーの話ありましたが、あの6から、あのスティンガーは6で持つんでラグを持ってくれとのことで、今ラグを持ってます。 あ、了解。あれですね、そうっすね、松田から首出てきてんな。あ、俺も怖いね。早く墓地に行きたい。定地に降りたい。うん、定地に行きたい。こっちから撃たれる。味方も、味方ですね。ブラボー1、ブラボー6、6は上空からの偵察情報で、ブラボー2のサウス側に敵砲兵ワンファイヤー回り込みつつあり、ブラボーはそちらの対処を優先せよ。あ、了解、側面警戒する。合ってるな、遊軍が。グリーンスモークかな。いや、右手の方でな。いや、あの、ブラボー1、今かのか。6スタンバイ。今どの辺まで推進してますか？今そちらからノースイースト側、300m ぐらい。 ETA1 ミニッツ。チャーリー1、ブラボー6。了解、どうぞ。チャーリー1、先ほどの命令をアボート、はい、ブラボー3とブラボー2の間に入ってください。はい、先ほどの命令アボートし、ブラボー3と2の間に入る。了解。今道路沿いの近く走ってますか？ブラボー1は今そちらに顔出します。ブラボー2のサウス側に出てください。あれ、スリー、道路で南まで移動しましょう。スリー、町の東側、長屋まで到着。スリー、了解。スリー、ちょっとその位置孤立してるんで、現位置を保持して、チャリ2が間に。ああ、後ろだな。今、看板の近く走ってます。ああ、そちら見えました。了解、その位置で、シックス1、リグレット完了、全身準備をして。1、了解、直ちに移動せよ。1、前進する。ブルートプレキュスさんで、その周辺建物を前進確保してください。一番交差点近くの建物から。よし、そこの建物取り付きましょう。交差点確保。了解。ブルー続けて推進。一つ奥の建物まで。右でクリア。ブルー了解。チャーリー3、6。ウエスト方向です、ね。ブラボー3、6。ウエスト方向。はい。スリーそのまま可能であればウエストに押してって、幹線道路脇まで出ていきましょう。なんか裸になってる。了解、移動する。よし、ブルー、クリアリング終わったら、一つウエスト側の建物行きますよ。一つウエスト。了解。ウエスト前通ります。こっ、このクリスマスカラちょっと横並んでいきますか。了解。ノース、ノースヘッド設置。いるいるいる、小屋んとこ。ナイス。ブラボー3、ブラボー6です。そちらの後方の長い牛舎の中にメリックいるんで、もし怪我したらそこに帰ってきてください。次、了解、終わり。はい、開かなかったらいいですよ。 OK、 正面クリア。リビン、現在の交戦方向へ味方の前進を指示。ブルーに続きクリアリング継続。クリアリング完了し、北に警戒の目を出しつつ、南とあとウエストですね、ちょっと前周警戒になるんですか。お願いします。
ブルーです。この周辺建物すべてクリアリングしますか？そうですね。石垣のやや奥に半ぐらいいた。1個半ぐらい。全体クリアリングアボート警戒任務解除。このままウエス、あれ前にノース方向に向けて推進します。スリーはこれ道路直近まで到着した。どうぞ。スリー了解。レッド先行して道路沿いに北側推進するので、ブルーについて当時今確保して建物から前進の援護、事後レッドに後続して前進してください。ルート B0、ルート A0 の警戒に入ってください。ブルー了解。おー、なんか的確な指示いい、ね、了解、スタンバイ。撃破した戦車乗員生存してます。パパワン周辺タンク、クルーの可能性あり、注意せよ。うん、チャーチキン。ブラボー2、6。はい、こちらズ、だいぶ敵はいなくなった感じだけど。許可します。移動目標チャージ、そうですね、ここはだいぶみんな援護できそう。チャーチも見えるし、そう、戦車も見えるし、後ろの平原も見えるし、いいんじゃないかな。上がるにせよ、その森で止まっても良さそうな。ブルー推進、ドロゼイ北上お願いします。ブルー了解。63。この前進方向、その緑色の家ですね。現在地からの警戒の判明があります。ルート A0 がバッチリ見えます。多分捨てている敵がいると思うので警戒してください。了解。道路反対側味方地。A3 までブラボー1が出る予定です。ブラボー3その位置で構いませんので、ルテゼロ警戒願います。了解、終わり。なかなかこの位置いいな。今、これ最終目的はチャーチでいいですか？そうですね、チャーチですね。射撃練習場がある。あ？射撃、多い。あれ、敵？あ、敵が。チャリワン、反対側もいるかも。どうぞ。反対側もいる。チャリワンはブラボー2のフォローするような形で、ナイス。ブラボー2にくっつけてください。チャリワン、ブラボー2に追従の件、了解。お、どっからだ。アンロックで行きます。アンロックしました。じゃあ行きます。行きます。はい、はい、2、1。ブルーは周辺警戒、チャーチ方向を見てましょう。チャーチ方向から攻撃受ける。やります。うん、そうね。撃たれてる。戦車だから乗り越えたんじゃない。240か260ぐらいかな。そう、その辺からね、攻撃というか単発で来るんだけど、わかんないんだよね。もっとあの植生の奥だな、あっちの。見えない見えない、全然見えない。あ、いたいたいた、確かに見えた。隠れた。遮蔽が乏しいな。弾もね、限られてるんでね。いや、そこまでは。レッド、T72 の残骸で一度リグループ。お、ブルーもいいっすね。これ AT こんなにあるのに、戦車来るのかな、やっぱ増援で。増援来るでしょう、これ。来ねえ、来ねえ。分隊、事故について、分隊は道路沿いにエリア3まで北進。一つ一体確保します。爆笑。エリア。多分、この林って来てくるよ、突然 PTR。ケパさん。はい。次、またブルーマニューバーとして運用したいんで、ちょっとマニューバー、じゃないや、ブルー先方で、道路沿いですね。了解、エリア3だと、ノース側っすね。そうですね。了解、ブルー、ブルー、ゆきよさん、行きますよ。はいはい、じゃあ、そこの建物まで。内部のクリアリングします。全周火体入ってる？入ってない。ここは空いてるし、多分検索されてもう抜けてると思う、うん、もうクリアリング済みですね。向こう抜けていいんですね。北側でいいんですね。北側ですね。エリア3確保したいですね。エリア3、
そこの、ああ、ブルーです。チャーチ付近まで、遊軍入ってます。了解確認。ここら辺はもう、クリアリング済みと判断します。チャーリー1であっては現在、チャーチイーストの家屋に展開しているんですが、この位置からではチャーチ奥上とか見えません。可能であれば、サウス側の区域に移動したい。これはサウス側クリアされてないんじゃないですか。ブラボー1、ブラボー3、ブラボー6で。ブラボー1と3共同にて、ノースの T 字路付近まで出ましょう。ノースの警戒に入ってください。ワン、3と1共同。物体前進方向変更、道路沿い、ノースタン、T 字路まで押します。ワン了解。ノースタン、T 字路。ブルーイズじゃ道路沿いの建物ですね。シックスこちら2が展開しているんです。ここまではクリアリングに境界内にて秘密文書らしきものを発見。ブルー了解。ブルーブルー道路左手行きましょう。左手了解。3-1です。1道路左